コーラ無線だから血に苦しんでるよ、マジで。ついに来たか、プロコンの弊害。プロコンゴミなんだって、普通に。俺も昔プロコン使ってたんですけど、普通に大型大会で遅延がエグすぎてやめたんですけど、普通にまだ遅延出るよ、普通に。プロコン使ってるやつ結構多いけど。さっさとやめろ、やめた方がいいっすよっていつもね、言ってるんだけど。人狼金のって普通にマジで不快だから。あ、プロコン、まあ、普通にいいのわかるけど。俺ももともと刺したから、全然わかるけど。1年目はずっとプロコンだったからね、俺。スマブラ SP。遅延。前作もね、あんま大丈夫だったんだよね。なんか人数が今ほど多くなくて、前作は。プロコンでもなんか遅延を切るってあんまなかったんだけど。本作はちょっと人数やばすぎてな。大会の。どうしてもちょっと出ちゃうと言っちゃうよね。うん、そう、プロコン、そう、値段的な意味もたさ、優しくないんだよね。俺もね、プロコンやってたからわかんないけど、プロコンってなんかね、多分スマブラほどのね、なんか激しい操作を、なんか操作がやる、操作をなんかやるように設計されてなくて、プロコンって多分。なんかね、すぐ壊れんだよね、プロコンって。しかも、高えの。マジで。終わってんだよね。7000円ぐらいすんじゃん、プロコンって。やべえんだよね。俺だって、GC コンに変えてから、もう4年ぐらい経つんだけど、GC コンがね、多分俺、今4代目とか、4代目とか5代目ぐらいなんですよ。まあ、4代目ぐらいかな。まあ、なんかその壊れてないけど、塗装コン新しいのもらったから変えるわ、みたいのも含めて4代目。なんですけど、1年しか使ってないのに、プロコン俺5台ぐらい買ったからね。まあ、なんか一応なんかね、処理っていうかなんか、まあ、なんかあの、壊れにくするみたいなのも、一応あるっちゃあるんだけど、大変なんだよな。しかも無線でラグが起きる。普通にゴミなんだよね。やっぱね、GC コンはやっぱ。GC コンはでもなんか接続タップがいるっていう弊害はあるけど、ね、あ、まあ、真剣にやるならね。今ね、貧弱すぎんだよね。まあ、噂ではスプラトゥーンとかでもすぐ壊れるって言うからな。プロコン。スプラトゥーンで壊れるのにさ、スマブラで壊れねえわけねえんだよな。すぐに考えて。ジジコン俺も慣れんのちょっと時間かかったけどね。やっぱオフ大会とかを見据えてるスマメイターとかがいたらね、今のうち変えておいた方がいいみたいな話はあるよ。やっぱ。俺も苦しいんだから。先人の知恵。まあ、意外と慣れるの時間かかんなかったけどね。ゴールできない。
ホームできないわ。一回練習したけどなんかできなくなってるわ。会えます。全然耐えないわ。強すぎる。確かにコンボはなんかコロコロ合いそうな雰囲気だけ出てるが、分からんな。え、ちょ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 、今日寒くね？てか昨日今日寒すぎね？普通に。いよいよガチで冬来た感あるよな、最近。まあ遅延つってもなんかね、常に遅延が出続けることはかなり珍しいというか、あんまないと思うけどね。なんかちょっと俺が遅延初めて出た時はね、なんか常に出続けてるっていうよりは、なんかちょいちょい出るんだけど、出てなんか別に普段は大丈夫なんだけど、なんかもうちょいちょい出るせいで、もういつ次遅延が来るのか怖すぎて、なんか集中できなくなって負け、なんか負けみたいな。まあ、言い訳っちゃ言い訳なんだけど、もうその負けの理由としては。まあ、俺はキモすぎてやめたわ、それで。トロッコブーンつって終わったもしかして。剣誰でやんの？あ、カリラメか。あ、どっち勝つんだろうね。これは確かに楽しそうだな。結構カード的にはホックス有利と言われてるが。最近、剣にソニックの話聞くと、ソニックやっぱちょっと強いかも。不利なキャラ、数体しかいないかも。言ってるけど、その数体の中には必ずフォックスはいるからな。フォックスはね、やっぱ見ててもかなり苦しそうな雰囲気が出てるから。まあ、とはいえセフィロスを使う感じでもなさそうだから、どうするんだろう。まあ、今日はスパーゴを初めて倒した補正もかかってるし、いけるかもしれん。惜しい。まあ確かにカニ鍋も熱いよな。確かに今日熱い二人今日。重っ。よろいで。長くね、お前の剣。
まだ。オッケー。おいでー。うえね。やめて。うい。危ない。すげえ、このセビとかいうグリッチ技。やってないか。